武井さんの論理的思考と情熱的な思考のバランスが絶妙で好きです。<laughs> ありがとう。この二つの思考を切り替えるときに意識していることはありますかだって。ナイス。<laughs> 別に二つとか思ってないんでね。普通に、どっちも自分なんで、なんとも思ってないっす。